お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、はい、まあたまには勉強になることをやろうと思って、はい、安全性の強度チェック、はい、やろうと思います。はい、あよくありますね、結構、安全性は本当にちゃんと大丈夫なのか。はい、そこで、はい、お前あそこから飛んでくれ。さすがにまずいっすよ。もしなんかあったら明日現場あるっすからね。社長だってなんもないですよ。ヘルメットかぶったら大丈夫。 YouTube 再生回数が伸びたらいい。社長飛んでください。社長飛んだら伸びるっすよ。だけどお前、俺が飛んだら YouTube やる人いなくなっちゃう。あ、大丈夫です。カメラマンうまいこと使って、ちょっと僕も黄色いヘルメット持ってきました。ミッシーと、ミッシーで。まあじゃあ俺行ってみようか。お願いします、ぜひ。まあじゃあちょっと上行って、はい、もうあそこからね、上から飛び降りようと思いますので、はい、まあ安定した勝負で大丈夫だよね。ハーネスだよな。ハーネスね。行ってみましょう。じゃあ今社長にちょっと今上がってもらってますんで、準備できたのかな。社長 OK ですか。結構長いでごめんな。あ、OK ですね。準備できたんで、乗ってもらおうかなと思うんで、ちょっとみんな期待しててください。社長お願いします。怖いわ。お願いします、早く。結構怖いわ。早く、よろしく、待ってるから。はい、お願いします。はい、ハハ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 。まさかのお前安全帯が外れとったやんけ。段取りミスやんけお前。今日の奥もなかったっすよ。お前マネキンちゃん俺買ったな。2万円ぐらいしたら買ったのぞお前。1回でパーだな。全部壊れたっすよ。粉砕したっすかね、パーンって。もう 社長っていうキャラにしてあれ結構使ったのかなと思った。あーずっぱい。まあお金あるもんで大丈夫です。ぜひちょっとね、マネキンちょっと頑張って動画作ってるんで、チャンネル登録と、はい、いいねボタンか。また面白いやつね、また面白いやつどんどん企画組んでるんで、はい、面白いのが上がってくると思います。はい、よかったと思います今日は。そうですね、社長ちゃんさっき写真撮ったもんで、ね、キャバ嬢に送ってきました。まだ見ねYeah.